さあ始まりましたクワチャンネル、今日はですね、カレーじゃないんですが、練馬駅から歩いてすぐ近くのところにチャーシューエッグ丼がめちゃくちゃ人気なお店があるということで本日伺うんですが、しかもその店1日5食限定でビッグなチャーシューエッグ丼が食べれるということで本日、向かっております。まあ結構ね人気の町中華みたいな感じのお店ということで、チャーシューもそもそもチャーシューエッグの定食が人気という、そしてビッグなやつも1日5食であるということで、それでは行ってみよう。安西屋さんは食券制となっており、名物のチャーシューエッグ定食から生姜焼き定食や牛すじカレー定食などラーメン定食が中心。そして本日のお目当てキングチャーシューエッグ定食もまだ残っておりました。こちらが本日注文したキングチャーシューエッグ定食。まあ凄まじい大きさのチャーシューに、なんといっても火入れが完璧な卵。これはまあ肉欲が満たされまくりの一品ではないでしょうか。厚み3センチ以上あるチャーシューにこうやってお箸を入れると跳ね返ってくる弾力がすごかったです。甘じょっぱいタレで絡められ、噛むごとに出てくる旨味、これぞザ男飯といった感じで最高でした。まあチャーシューエッグ定食はさすがにこうやって食べないとなというね、皆さんもやると思います。マジで最高。ライスの量が 400g まで選べたので 250g にしたんですが、まあもうちょっといけたかなっていう感じで、お米も進みます。タレだけじゃなくマヨネーズだったりだとか、からしのついた部分とマヨネーズ混ぜたりとかして、まあちょっとした味変も味わえる。そして下に引いてあったキャベツもタレを絡ませて食べるなんていうのも最高でした。本日もごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。今食べ終わりました。いやめちゃくちゃ美味しかったですね。ちょっと住宅街なんで光栄なんですけども、いや1日5食なんですけども、まあ、2時ぐらいに行ってもありましたね。やっぱり値段とその、まあ、他にもいろんなメニューがあるっていうので、すごくそちらのお客さん食べられてる方も多かったですし、ラーメンとかもめっちゃ美味しそうでしたね。ちょっとね何回か行っていろんなメニュー食べたいと思わせてくれる、そんなお店でございました。皆さんもぜひ行ってみてください。はい、というわけで、クワチャンネルでした。また次回も見てください。それではまた次回、バイバイ。